うめえ。どうもプラチナの会でございます。どうもおきなさってありがとうございます。ということで本日は人型ぶりの料理動画じゃい、おれーということでね、なんと今はですね、クトゥルシアテル PG カクテルドレスを脱がさないで第2回の後でございます。私ね、今日 TRPG2 回やったんですわ。2回やったんですわ。どういう2回かっていうと、もう単純明快で、1個動画を撮ったんですわ。私は、プレイヤーとしては参加したいんですけど、動画を撮ったんですわ。なんでね、ちょっとまあ、飯を食ってなくてですね、昼飯。朝飯は軽く食ったんですけど、昼夜食ってないんで、ちょっとまあ、今、こうやってリンゴジュースを飲んでたわけなんですが、明日の朝飯にね、ガツガツ食えるように、今日はカレーを作っていきますよ。久方ぶりにカレーを作ってまいりますよ。ということでね、用意したのは、スーパーで安売りされたカレー用野菜ってやつと、豚肉と鶏肉と牛肉です。牛肉も安いやつ買いました。こいつらを使ってね、今日はもう肉ゴロゴロな、一人暮らし男子大学生が大好きそうな、カレーを作っていきまーす。よろしくお願いします。ということで調理開始じゃい。ちょっとなんで料理動画撮りたくなったかっていうね、ちょっともう最近YouTube で食品相場が無断で転売じゃなければやられてまして、転売転載、まあ、とりあえずされておりまして、それを見て、悪いことしてるやついるなと思いつつも、すごく、面白そうだったもんで、てか、面白かったもんで、久しぶりに見たらね。なんか、料理動画俺も撮りたいなと思って、料理動画を撮ることにしました、久方ぶりにね。料理動画撮るんで、ロンドンの晴れぶりだね。ロンドン前には、料理動画マジで撮りまくってたからね。あれを思い出すわ。懐かしいぜ。まあ、カレーはね、結構ね、日持ちもするしね、ちゃんと、保存すりゃ。だからね、ちゃんと調理していこうと思いやす。ちゅうことで、まずは、火入れが大切だから、一旦牛肉だけを焼きます。一旦牛肉だけで焼きます。一旦ね、一旦牛肉だけで焼きます。よいしょ。いくぜー、よっ、よいしょ。ちゃんと鍋で焼きます。よいしょ。ほんで、ちょっと油をなじませた後に、カレーなんで、まあ、塩コショウかな。塩と、胡椒ですね。胡椒どこ行った？あったー。はい。で、炒めていきます。炒めてね、肉の油と香りを出します。よし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 。あ、油飛んで、熱いね。熱い、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 あっちゃい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 、ちゃんと火を入れていきますよ。怖いからね、この時期ね。熱っめっちゃ油とか熱っ、油好きすぎるかもしれない。肉からも油出てる。熱っ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 、本当に熱い、本当に熱い、ちょっと弱火にする、本当に熱い。よしよし、ちゃんと火入れとかないと、本当にこのご時世怖いからね。食中毒からね、食中毒とかね、時期的に食中毒とか始まってもおかしくないからね。生ものとか気をつけないと、本当に時期間違えたらやばいことになるから。すごい油身だらけの部位あるな、これなんだ、すげえ油だけど、これあれじゃないよな、牛脂とかじゃないよな。いや、ちゃんと肉だわ、牛脂ではないわ。やば、この油身、すごい油身だな。では、弱火にして今度鶏肉入れていきます。鶏さん、カレー用の鶏さん買ってきました。よいしょよいしょよいし
でゴミを捨てて、よはい、こいつらも炒めていきます。豚肉は薄いんでね、豚肉はちょっともうちょっと全体的に火が通ってたかな。こいつらに軽く火を入れたら、もう野菜を入れちゃいます。よしよし、もう軽く炙るだけにします。よし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 、はい、軽く火通したらね、あとはもうお湯で火通したりから、あと野菜焼くときにも火通します。はーいと、はーい、よし。で、この後カレー用の野菜を切っちゃいます。よいしょ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 、まな板出して今のね、今の何のリズムか分かる？食べっこ食べてーよいしょよいしょ、お人参さん、お人参さん、イエーイ。お人参さんはちゃんと洗った後に、ザクッと切って、一番上の一番下をザクッと切って、ピーラー俺取ってなかったっけ？そうだ。あ、わしピーラーない人間やったか。ピーラー使うの久しぶりだからピーラー忘れた。カーブ忘れた。カーブ行ってきまーす。よいしょ。まあ包丁でもできるからね、ちょっと余分な部位落としちゃうけど、できるだけ細くやっていきゃ、手怪我するあれもなく、ちゃんと皮をできるだけ薄く切ることは可能ですと。よっ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 。ちなみに現在ですね、現在ですねっていうか、この動画が出てる頃でどうなってるか分かんないけど、チャンネル登録者数がね、もうすぐね、100人突破しそうなんですよ。嬉しいことですね。ありがたいことで。チャンネル登録者数ね、100超えたらね、いい企画を用意してるんで、ぜひ皆さん待っててくれよっていうねな。よいしょ。そんなチャンネル登録者数、もうすぐ100いきそうな男は、今カレーを作ってるわけなんだが。いや本当にね、DRPG 配信のおかげでね、やっとね、皆さんにもね、私の面白さというものをね、分かっていただけたようで、ウィリアム・ガイからもね、来ていただいた方とかも、私のことをね、協力やら応援やらしてくださっている方も、最近は多いでございますわ。ありがたいことでございますよ、本当に。よいしょ、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 OK。よいしょ、よいしょ。よいしょ。ほい。で、乱切りにしていきまーす。乱切りにしていきまーす。よいしょ。乱切りです。よいしょい。オッケー。で、この乱切りさんで、お料理していきましょうかね。よいしょ。あらららら、飛んでった。飛んでったけど、大丈夫なとこに飛んでった。あー、大丈夫じゃないとこに飛んでったー。マッカジンがー。よいしょ。洗えばセーフ。食うの俺だけだから、洗えばセーフ。ちゃんと水でホコリとか取ればセーフ。ということでね。はい、ニンジンさんをやり終わりました。次はイモさん、じゃがいものイモ子さんですね。よいしょ、
を薄く切らないと、隠れる部位が減っていくので、逃げ道に削れます。しかもリンゴさんは時間かけるとどんどん緑になってるので、本当に迅速にやっていきます。よいしょよいしょよいしょ。あー、だいぶ切りすぎた。あー、よろしくー、だいぶ切りすぎたね。よいしょ。あんまり切りすぎちゃうと食える部位が減ってるからな、第一として。それが嫌だからね、できるだけ気をつけてはいるんだが、なかなか思う通りには進まない。ほんでほんで、よいしょ、OK。ほんで、こうで、こう、OK。で、この辺も、よく。オーライ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 。よいしょ、よいしょ。じゃがいもはゴロゴロしてる方が好きなんですか？皆さんはどうですか？じゃがいも私はゴロゴロしてる方が好きなんで、みんなはどうか？皆さんの好きなカレーのあれも聞かせてくれ。ぜひコメントとかでな。よいしょ。よっ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 。ピーラーがだいぶちっちゃくなったかな。ピーラーはちゃんと買ってから一人暮らし始めたのに、ピーラーなんかそんなことしねえ、ピーラーなんか使う機会ねえよって思ったけど、補助1本で十分だよって思ったけど、やっぱ使うな、やっぱ体積減るな。まあそれそうか、大雑把に金のようなわけが違うよな。やっぱよいしょ、でもって結構迅速に切れましたと。OK！ 迅速完了で、こいつも、カットしてカットしてカットしていくよっ。で、水洗っていく。で、入れていく。 OK！ これやばくない？今自分が入れた部分を見たらなんかやばいことやばい。俺目入れるとこだった、危ねえ俺ジャガイモの目入れてもらったら危ねえ。空にくっち見えてもらったら危ねえ。空にくっちまってもらったら危ねえ。怖っ、他のジャガイモ確認しようだったらマジで怖いんだけど、笑えないからね、そういう空の特性。笑えな。よいしょ、笑えそうだな。まな板を一旦ささっと水洗います。で、水で汚れたまな板をまあ、さっと拭いたら、今度は玉ねぎ卵を出す。リンゴジュースうめえ。リンゴジュースうみゃーよ。よいしょ。で、ヘタを落として皮むく玉ねぎは。あ、この玉ねぎなんで出てきそうだな。新玉じゃねえかな。安玉ねぎは出やすいからな。涙。安玉ねぎこの涙出やすいからな、実際。よいしょ。よいしょよいしょ、オーライ。よいしょよいしょ、オッケー。よいしょよいしょ、こうで、こうで、こう、オッケー。あー、目痛い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 目が痛い目が痛い目が痛い、あー、しびるしびるしびる、痛い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 
あ、痛い目閉める閉める、汚れたから除菌ティッシュ通過を。よいしょ。よし
さて、じゃあ、こっからちょっとずつ水足そう。水で加熱していく。よし。どこ行ったの？あったあったあった、これこれ。ここに水を入れまして、お水さん入れまして、これをこう。これにお水さん入れまして、これにこーいしゅい浸かるぐらいまで打ち上げます。うちはカレーの具材が水に全部浸かってくれるぐらいまで入れます。他のお家はどうかわかんない、うちのカレーの作り方はこうでした。今全部沈めるぐらい入れるとアク取るときにね、アクと一緒に水も食べちゃうからね。そういうのもあってますね。はーい、ずーい。これで一旦ぐつってきまーす。一旦ぐつりまーす。一旦ぐつる間に洗い物しまーす。これでね、今日はね、カレーは一日にしてならないからね。カレーは時間を置くことによって美味しくなるのでね。これで一旦カレーさんをこのまま置いておきます。よし、明日このカレーさんがどのような変貌をしているか楽しみでございますがね。よし、とりあえずただこいつがぐつるまではちょっと様子を見なきゃいけないので、一旦この辺の子たちを洗い見てます。もうちょっと洗剤入れない。よし、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 洗い物してるときはやっぱ一番心落ち着くな。洗い物してるときは一番今までのなんかことを整理できるわ、いろんなことを。よし、何か皆さんも人生で迷ったことはね、洗い物するときは倍19歳人生で迷ったときは洗い物をしなさい、倍19歳。よいしょ、人生のね、苦労を全く感じていない年でございます。よいしょ、オッケー、完成だよ少年、少年、オッケー、ほら、よいしょ。さて、アクはそろそろ出てくるかな。ちょっとかき混ぜようかな。火入れのこともあるし、ちょっと上のやつらが、下のやつらを上にやって、もうちょっと上のやつらも火入れができるように、もうちょっとだけこの辺をかき混ぜていきます。ぶつぶつでトロトロになったらいいですね。ちょっとこぼれちゃったので、よいと。ぶつりながらアクを取れればいい。さて、どんぐらいでしょうかな。どんぐらいでございましょうかね。どんぐらい、こんくらい。さて、今のうちにちょっとだけリンゴジュース飲んじゃおう。よいしょ。オッケー、美味しいジュースの完成じゃい。
うまちゃんとね、ジュースを飲んだ夜はね、寝る前に歯磨きしてから寝るようにしましょうね、皆さんね。よし、寝る前に何か食ったり飲んだりしなきゃね、歯磨きしないと虫歯になっちまうからよ。よいしょ。てか、また TRPG キャラで料理動画出してみたいな、またそういう動画出したいな。あれ、意外と楽しかったんだよね、やってて。通常で喋るより面白かった。よいしょ。でも今んとこありがたいことにマジでキャラクター一人もロストしないんだよな。マジでこの調子で頑張っていきたい。ロストゼロ、クリアはできなくてもいいから、ロストゼロは頑張りたいな。よいしょ。よっ、悪をスルー。悪はすすりません。悪は吸ってはいけません。よいしょ。どんどん悪が出てくるぞ。悪はね、できるだけ本当に取った方がいいんだね。悪残しといていいもんないから。たまにあるけど、なんかあんまりなんか爽やかな味付けが嫌いな方はね、アクはちょっとだけ残すといい。本当にちょっとだけアクを全部取っちゃうと爽やかな味になって、爽やかな味が似合わない料理とかだったらいいんだよね。カレーはどうなんだろうな。でもカレーはルーの美味しさがあるからな。アクは正直全部できるだけ全部取った方がいい。出るな。まあ、肉いっぱい出たからな今回。一人暮らし麺のだいぶお肉ゴロゴロカレーだな。もんかな。もうちょっとだけ水だけ入れて。もうちょっとだけ水入れて、もうちょっと入れば、このカップ2杯分ぐらいアクとかも、まあこんなもんじゃない。シャバシャバカレー作ってもいいし。はい、これでちょっと弱火にしてからカレールー入れます。ようやっとカレールーの出番だぜ。ようやっとカレー、おカレーのルーの出番だぜ。よいしょ。ちなみにこのカレールーはね、前回ね作った時の、ね、残りです。全然カレールー、全然カレー作ってなかったからね。最近マジで出番がなかったんです。だからこそ今回ちょっとカレー作ることにしたっていうのは、冷蔵庫整理したかったっていうのも実は理由なんですよ。カレールーは2つ以上の種類のルーを入れると美味しくなるという都市伝説がある。実際俺も正直そう思う。もう実際なんかさ、そういうのなんかさ、科学的には本当なのかね。科学的にはカレールーは2つ入れた方が美味しいって本当なのかね。ただの迷信なのか、
それとも科学的に立証されてるのか正直知りたくない？正直知りたない。よいしょ。とりあえずこんなもんかな。ルーの量一旦ね、いきなり濃すぎても美味しくなくなるんで、一旦このぐらいです。で、これで溶かしていきます。さっき洗ったばかりでちょっとご飯使おうっすね。気まぜるの。さて、この調子でカレールーが溶けていってとろみがつくぐらいになってきたりはしたんだよ。あったあった。こう、そうとかす。だんだん溶けてきた。ガンガン心惹かれてく。なんかしょうもないことを言えるぐらいには溶けてきました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。溶けてきたけど、やっぱ量少ねえか。もうちょっといいかな。ここからグツグツって蒸発していくと考えても、もうちょっとは入れておりましょう。あともう一個ぐらいかな、多分もう一個ぐらいだ。ちょっと待って、もう一個。あんまりグツグツ辛すぎても飛び散りまくるのでちょっとやっておきましょう。よいしょ、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 よいしょ。よし、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 美味しくなあれ、美味しくなあれ、ジャムおじさんが書きましたから、鍋書きましたよって思いました。美味しくなあれ、美味しくなあれ。よし、よし、美味しくなあれ、美味しくなあれ。これでいっちゃうかな、どうしようかな。味見したいな。これでいい感じの味なのか。味見だけしたいな。塩辛かったら食えないしな。カレーはしょっぱいもんだが、だがあまりしょっぱすぎてはさすがに食えないしな。全然あれ。全然足りない、全然足りないで壊す、全然足りないで壊す。カレールー追加で壊す。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。カレーは時間と手間かかるよね。だからこそうまいんだけどね。
まあ、時間と手間がかかるにしちゃかなりうまいし楽な方だよね、手順は。でもまあまあ時間かかるからね、この料理。まあまあ時間かかるよ、根気がいるよ。まあまあ、これにちょっとだけ醤油を垂らす。醤油は隠し味、醤油はただの隠し味。オッケー、この調子で一晩寝かせまーす。いいじゃん、一晩寝かせまーす、お楽しみにということでね。よし、あとは本日は洗ってしまいやということで、このね、カレー君が明日どんなお味になっているか楽しみにいたしましょう。では、本日はこれにて終了。カレーの時間だ、カレーの時間だぞ、お前ら。ということで、数時間が経過し、カレーがね、いい感じに煮詰まったかなというふうに思いますので、今からですね、もう一回火入れをして、じっくりコトコト煮込んでから、ご飯と一緒に食いたいと思います。朝ごはんです。おはようございます。時刻は5時半です。5時半にカレー食います。まあ、量は別にね、一般人と変わらない量なんでね。よいしょ。さて、こちらのお皿をちょっとこのデカ皿久しぶりに出すから、一応ウェットティッシュで拭きますわ。一応ね、一応何があるかわからんのでね。よし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 、よし、 OK。 で、カレーが焦げないようにかき混ぜる。よいしょ、焦げないようにかき混ぜる。よいしょ、よいしょ、かき混ぜてからもう一回煮込む。もう一回グツグツグツっていく、グツグツ言わしていく、グツグツ言わしていくね。今回は、今回だいぶお肉ゴロゴロ入れたんでね、ちょっといい感じの味になってくれたら嬉しい次第でございますよ。どうなるかな、楽しみだな。よいしょ、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 よよよ、いいね、いい感じになってきましたね。ドキドキですね。よいしょ、もうちょっとグツグツボコボコ言うてきたらね、カレーは熱々が一番美味しいからな。よいしょ、もうちょっとお湯を上げよう、音量じゃねえ、温度上げよう音量を上げようって、なんで音上げんねんもうちょっと声張るかもうちょっと声張って喋るか、どうどうもーっつって、十分今でも声張ってるけどな。いや、うまそう、うまそうなカレーだ。うましょう、うましょう、うましょうだぜ。さてさて、ワクワクだぜ、よだれが止まんねえ、そわそわしてきたそわそわしてくれよ、うまそうだもん、あれだから。このカレー超うまそう、めちゃうまそう、マジでいい香りしてる。そろそろふつふつしてきたかな、そろそろふつふつしてきたかな。よいしょ、そろそろかな、そろそろ、そろそろかな、まだかな、早くして早く食いたいんだよ俺は。なんだかんだお腹減ってるんだよ、寝起きだから。なんだかんだお腹減ってるよ。
早く早く俺に食事を食わせてくれミスター。よいしょ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 、やばい、玉ねぎ落ちる、あぶね、玉ねぎは落下するとこだった。意外とグツんの遅いな、そろそろかな。でもあーグツってグツってきたグツってきた、よしお米入れるぜ。ちゃんと予約、お米炊き予約しといたからよ。よし、お米の準備はバッチグーじゃい。よし。よし、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 よし。行くぜー。お、ちょっと人参が多いとこ落ちた。人参バカ多いんだ。よいしょー、うまそう、超うまそう、いただきまーす、いただきまーす。コクが出とる、野菜の甘みと肉の旨味でコクが出とる、うますぎる、超うめえ。野菜甘い、ちゃんと美味しい。ちょ、鶏肉食おう、鶏肉鶏肉、チキンを食おう、チキンを。鶏肉ホロホロ、うめ。いや、ちゃんとお出汁が出てるわ、鶏の。やっぱ牛肉よりも鶏肉は断然出汁が出るからな。いや、うんめえな、本当にうめえな、最高だな。うめえ、最高にうめえ。久方ぶりに牛肉食った、うまっ。久方ぶりに牛肉食った、うますぎ、やばうまなんだけど、やばうま、ほんとにやばい、超うまい、めちゃうまいわ牛肉。もうさっき鶏肉はホロホロっつったけどね、牛肉は違います、トロトロです。脂身多い部分買っちゃったのかな俺、買っちゃったって言うとなんか言い方悪いけど、すごいなんかね、ホロホロじゃなくてね、トロトロでした。今、牛肉が。すげえうまかった。やばうまかった。超うまかったよ。いやー、美味しいわー。家でこんなカレー食えるなんて、いい時代だぜ、まったくよ。
まろやかカレーとね、バーモントのね、辛口を買ったんだよね。だからすごく美味しい。本当に文字通りまろやかでよ。バーモントカレーもまろやかなカレーだからさ、それもあって本当にうまい。ちょ、豚肉の部分食おう。なるほど、豚肉は豚肉で意外性があるね、すごく。なんか、あ、豚だとこんな感じになるんだっていう感じ。トロトロだし、あのそれ油もちゃんと乗っててうまいんだけど、なんかやっぱ牛肉とは違う。なんか牛肉よりはやっぱりあっさりした旨味があるね。いや、うまいわー、マジ美味しい。うまっ。ただちょっと野菜硬すぎたかな野菜でかく切りすぎたかもしれない。ちょっと野菜硬いかもな。もうちょっと火入れるか、もうちょっとあの人参ちっちゃくするかぐらいやっといた方がいいかもしれない。残念。なあ、その辺は次回へのね、反省点ということで。食ってる間に火入れとけばいいんだ。おかわりをどうせまだ食うし。いや、うまいな、本当に美味しいな。美味しい美味しいだな。うまっ。よし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 、かき混ぜてご飯をおかわりして、ご飯カレーもう一回分だけ用意したら、よいしょよいしょよいしょ、目が見当たらない。あった。オッケー。まあね、朝からカレーがずっと食ってね、テンション上げて学校に行っておりますわ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、はい、いいですね、良きですね。お、じゃがいも入って、今回はさっきじゃがいもなかったんだよね。よいしょ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 、ほっ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 、あっちゅ、うまっ。熱々熱々のカレーが一番うまいんじゃん。よっ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 、うめえ、めっちゃ汗かいてきた。うまい、発汗作用、新陳代謝上がる。いや、うめえ。うますぎ。
いや、うめえ。いや、ほんとにうめえ。じゃがいもも食おう。カレーのじゃがいもって美味しくない？俺カレーのじゃがいも結構好き派なんだけど、親が正直あんまり好きじゃないんだよね、カレーのじゃがいも。うん、ホクホク、ホクホクなんですか。うまいわー、マジうまいわ。もうちょっと開けるよ、追加しよう。本当にうめえ。泣けてくるよ。涙なのか汗なのかわからない、これはもはや。うん、うん、うめえ。あー、最高だなマジ。ごちそうさまでした。いやー、我ながら最高傑作のカレーでした。やっぱね、カレーはね、肉が多ければ多いほどいいです。ごちそうさまでした。美味しかったー。